メディケア大学 MDK。 はい、始まりました。 MDK の組織運営論です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、番外編といいますか、ちょっと外に飛び出してですね、新潟市にあります、なんて言うんでしたっけ、名前、海市専門職大学、海市専門職大学さんにお邪魔しております。その学生で来られる自己紹介お願いします。はい、海専門職大学事業創造学部3年の後藤隆です。よろしくお願いします。後藤さん、なんで私の今隣にいるかというと、実は自社でですね、なんていうんですか、もう実習名が企業内実習で、新商品開発販売実習。なるほど、はい。という実習があるんですけどね、まあ、復習はできないんですけど、その販売実習、まあ、企業をですね、まあ、若者で企業を目指したりですね、事業計画を立てたり、そういったものが事業のカリキュラムに入っている学びがある大学さんということで、まあ、非常にですね、お話しいただいたときに関心が高くて、こう来てくれるというのが決まったときに楽しみに待ってたんですね。で、まあ、後藤さん、あとで紹介させてもらう栗山さん、お二人来てくださったんですけど、まあ、介護事業所に、まあ、介護事業を運営する我々と来てもらったんですけど、さっきどうしてこっちに来てくれたんですか。そうですね、僕は将来医療とか福祉の分野で、サービスを提供する企業をしたいなと思って選択しました。はい、それのなんか当て外れました、大丈夫でした。いや、もう大正解。大正解。ちなみにこの実習っていうのは、4年間なり数回あると聞いたんですけど、ずっと介護業界だったんですか。今までは、3回実習があったんですけど、学習塾だったり、そういう学習塾とかを運営する企業だったり、あるいはもうまた事務機を販売する企業とか、もういろんな企業がいたんです。学生の間にいろんな社会経験ができて、それは貴重な体験ですし、ね、そうですね、毎回毎回。私も全然そんな、自分が学生の時比べたらもうとても頭が下がるというかね、何もしなかったですからね。あ、そうですか。まあ、それで、まあ、我々とこう学び、実り多いね、学びしていただいたというところの中で、一つこう事業計画を立てたかと思いますが、どんな計画だったんですか。介護の現場で活躍されている看護師さんの姿を実習中に拝見する機会があって、でその看護師さんが言われていた課題というのがいくつかあったので、それを解決するようなスクールを立ち上げるような企画だったので。面白い。それ実際に事業運営を計画しちゃったりするんですか。そうですね、今回収支計画とか行動計画とかまで作りました。実際にそれで、ね、デビュー、社会に向け戦う準備みたいなものをしていく予定なんですか。そうです、すごいね。まあ、磨きもね、かけながらというようになるかと思うんですけど、まあ、だからじゃあ、一般企業に就職するとかいう選択肢だけじゃなくて、自分で、まあ、創業者になって、起業するみたいな選択肢も考えてみたんでしょうかね。あとは、企業内でなんか新しい分野を立ち上げるっていう意味での企業。なるほどね。ああ、そうか、そうか。そうですよね。企業というのを発展していくことが目的ですから、その中で新規事業をね、展開する、まあ、ミッションリーダーみたいなのも面白いですよね。こちらの大学の一期生ということで、はい、先輩いない中で、学校来ようと思って、不安なかったですか。僕自身はそこまで不安なかったんですけど、まあ、両親だったり、あと祖父母とかも心配しましたね。そうね、はい、まずその大学あるのかっていう、騙されてるんじゃないかって。新規論のようにね、幻なのか。そうですね、そしたら、まあ、現場で幻って言えばよかったので、大丈夫ですね。あ、そっか、まあ、実際ってよかったですね。そうですね、立派な建物が、すごい、すごい、まあ、お邪魔してるんですけど、白を基調にした建物でですね、内装も綺麗でびっくりしました、なんていうところでね。じゃあ、まあ、いい、県外からね、そうですね、出したいと思いますよね。まあ、新潟でですね、すごい貴重な学びをされたんだなと思いますが、まあ、最後にですね、この学校を目指す、高校生とか、親御さんに向けて何かこうアピールできることとか何かありますか。そうですね、海専門職大学の学びっていうのは600時間を超える今回の実習っていうのを含め、さまざまなんか特色があるカリキュラムだと思うので、なんか将来起業したいっていう人もいれば、まだ夢は見つかってないけど、その夢を探している途中の人もいるので、
いろんな人が夢を見つけて、うん、そして叶っていく、まあ、サポートが務めてるみたいなものが先生方もね、まあ、だから具体的にもうクリアな夢になっていくというところの準備ができるということですね。すごくそれって魅力的なのかなと思いますし、まあ、他の学校にない付加価値というか学びがあるのかなと思って聞かせてもらって、まあ、そうやって関わらせてもらった次第です。良かったですね、うんうん、まあ、本当に僕らも貴重な体験として15週間ですね、実習長かったんですけど、まあ、来ていただいて楽しい思い出も作れて良かったなと思いますし、これから皆さん応援してますのでぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。